はいえー、とあとはですね、えーまあ、シナリオ U ということであの L がもともと不安定だったりとかそれからまあ居軸上に曲を持ったりしている場合の例外処理をしておきましょう、えー、とまず、えー、不安定な場合です、えー、例えばこういう ls イコール s-1 分の k みたいな不安定形だった場合ですね この場合もともとの中に不安定な曲 s イコール1があるので、A、π イコール1として計算していきます。ですのでまず結論で言うと、えーとゼ,ゼータイコール n プラス π でゼータが0になってほしいわけですから n はマイナス1になっているのが安定性の条件だっていうことにフィードバック系の安定性の条件だっていうことになります。はい。えっ、ー、とまああのこの不安定系の場合には、あのー 何かやり方が変わるわけじゃないんですけれども内気素線図のですね形っていうのがちょっと安定系の場合と違いますので少し慣れておいた方がいいだろうということです。えーまあ、やることは実際にはこの s に jω を入れて粛々とこう計算していくんですけれども、まあ、計算するとこんな感じになります。で、えー、L0 が、えー、ω イコール0を入れた時にマイナス k ですねで。もちろんこれ厳密にプロパーですから ω を大きくしていけば、えー、0に行くということで。 えーまあ、ベクトル奇跡こんな感じになります。まあ、これもちょっと例題で見てもらいましょうか。はい。まあこんな感じですね。えー、これがナイキスト奇跡なんですけれども、これ、始まりがこっちですね。ここが始まりです。オメガイコール0のとき、マイナス K から始まりまして、ぐるっと回って、まあ、第三小弦を動いて原点に収束していきます。 もちろんこれを上下に点線の方まで折り返してつなぐとナイキストプロットになるんですけれどもこれですから半時計回りに一周してるということになりますよね。で、えー、とゲイン K を変えるとこんな風に変わりますからこれゲイ,ンが K ゲイン K が1より大きい時にはマイナス1が中に入っているので半時計回りに1回回ってるつまり N イコールマイナス1ということです。ゲイン K が小さいと0回しか囲ってないんで N イコール0っていうことになります。よろしいでしょうか ちょうど安定形の時のベクトル奇跡をこの実軸の右側から左側に折り返した格好になってますよね。でボート線図の方で見ても原因線図これ同じなんです安定な一時形と。で、えー、と位相線図の方がマイナス180からマイナス90に向かって、えー、と上がっていくような格好になってるというのが、まあ、ちょっとあの安定形とかなり違うところですね。これ実軸の負の側から始まってますからマイナス180から始まるという形になっています。 はい、えー、それで、これ見てもらうと分かる通りえっ、ー、り、K が1より小さいと N イコール0でここずれてるんで不安定ということにな、えー、K が1より小さいと不安定ということになりますし、えー、K が1より大きくなると N イコールマイナス1になってここを足して0になるからフィードバック系は安定ということになります。だからここが原ンに上げると不安定っていうと違うんですよね。もともと L が不安定です。なので、 ゲインをあある程度上げてあげてないとフィードバック系安定だからフィードバックをかけて初めて安定になるので k イコール0って何もして,ないしてないのと一緒ですからある程度原因を上げるとフィードバックが効いて不安定系を安定化することができるっていうそういうケースになってるわけです、はいはい。もちろんこれ式で計算してもよくてですね1プラス L 分の L っていうのを計算すると s マイナス1プラス k 分の1ですから。 これヘイループ系の伝達関数、これが安定になるには、えー、k−1 が正になればいいっていうのは式の上からもわかることですね。これを図的に解釈したのがこっちの話ということになります。はい。えー、とまあ不安定系の場合はあの気をつけてベクトル奇跡を書きましょうと。えー、で囲う,か囲う時の,この方向ってのが変わりますからそれをよく確認しましょうというだけです。 さて、えー、ちょっとテクニカルにですね小細工が必要なのがあの、えー、ちょうどまあその境界にあたるとこなんですが L がもともと軸上に極を持ってる場合というやつです。えも、ー、ともとのナイキストの安定論の,あの原理を一般論の原理を思い出してみてください、えー、と変革の原理を使ってましたよね。で、えーこの 複素平面におけるガンマーっていうでっかいかまぼこの L による像っていうのを描いて、えー、それが点 -1 を囲むかどうかっていうのを見てるわけなんですけども変革の原理を適用する時の大前提としてですねこの定義域のガンマーのガンマの上には L の、えー、極も0点も1つもないっていうのが前提でしたよね。 これあの、変革の原理を適用するときの前提条件でこの上には極もゼロ点もないという話でした。うん、でもあるのでこれ困っちゃうわけですね。まあ、どんな時にあるかっていうと例えば、えー、こういう積分器を持ってる場合これすごくよくあります、えーと L。L というのがここに S 分の何とかっていうこういうファクターを持ってる場合ですね。えー、まあこの場合あの例えばボードセンサーなんか書くときでもですね、えー、とここに Jω 入れると ω イコール0の時に発散しますから、えー、まああの 低周波で発散するような原因を持った伝達関数ってことになるわけですそれからあとはまあ共振点を持っているような場合ですね、えー、S 次をプラス A 次乗っていうのが分母にあるような場合っていうのはえちょうどあの S イコールプラスマイナス AJ っていうのが極になりますよねつまりオメガがプラスマイナス A の時にえこれを発散するということになるわけですだからこのガンマの上のプラスマイナス AJ ってところに極を持っているさあこういう場合どうしましょうと いうわけです、えー、まずこのガンマの上に極とかゼ点がないっていう前提を破ってますからこれをなんとかしなきゃいけないっていうのが一つ。でもう一つは、えー、とナイキストの安定論っていうのはこの中にあるゼロ点と極の数を比べるんですけどここにある極はこれカウントするんですかっていうことですね。えー、L がここの居軸にあの極持ってるんですけどもこれは不安定極として π にカウントするんでしょうかしないんでしょうかっていうのを 確認しておかなけければいけませんこの2つをちょっと気にしながら見てください。はい。はい。えっ、ー、と、一番、えー、典型的な簡単な例っていうのが、積分器の場合です。ls=s 分の k という場合ですね。積分器をフィードバックしてるわけです。L, L が積分器なので、積分器を出力からフィードバックして、安定化するような場合です。 はい、えー、とこの場合、その L を、えー、ガンマの L による像っていうのを考えてナイキスト奇跡を書くんですね。で、ここの居軸の正の部分の像っていうのがベクトル奇跡だったわけです。積分器なんでマイナス J m 現代から原点に向かって収束していくっていうのが積分器のベクトル奇跡だったんですけども。さて、えー、ここの原点のところが、えー、極になってます。特異点です。なので、これどうしようかってことなんですが、こんな小細工をします。避けちゃえということですね。 ガンマっていうのはこういうでっかいかまぼこなんですけどこのかまぼこの中心のところにポコッと迂回する穴を開けますこのドーナツの半分切ったやつみたいにするんですけどえここ半径イプシロンの半円ですで一旦避けといて後からイプシロンを0に近づけた極限を考えましょうってこういう考え方をしますでえとまあこの 半径イプシロンの範囲で区切ると、まあ、点 ABC っていうの順に通りますマイナスイプシロン J、えー、実軸上のイプシロンそれから居軸上のプラスイプシロン J というところを通りますねで、えー、とこのガンマイプシロンというちょっと微修正したやつの L による像を考えてみてくださいナイキスト奇跡のちょっとちょっとごまかしたやつですでそうすると、まあ、あのこの実線の え部分ですね、巨軸の正の部分 C から始まる実線の正の部分って巨軸の正の部分っていうのは、えー、ここですねここ。はい、で原点までいったらマイナス J 無限大なんですけど有限のところで止めてるので L カッコ C という有限の値になりますこれは要するにマイナスイプシロン分の 1J ですねこのイプシロン J っていうのをここに代入してみると、えー、マイナスイプシロン分の 1J ということになります。 まあイシロンを小っちゃくするとどん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 これマイナス無限大に発散していくわけですね。で同じように、えー、点 A の像がこっちですし点 B の像が、まあ、右側のプラス無限大の、えー、ごめんなさいイプシロン分の1というところになります。でこれをイプシロンを0に近づけた時の極限考えると、まあ、要するにこのかまぼこがずっとでっかくなるイメージですよね。これがナイキスト軌跡です。 L ガンマは直接書けないんで L ガンマイプシロン一旦書いといてイプシロンイコール0で膨らました極限考えましょうっていうこういう考え方です。はい。じゃああとは心の中でこのイプシロン0に近づけたとしてはいこれがマイナス1を囲みますか囲みませんかってことを考えると、まあ、この場合囲まないっていのは一目で分かりますよね。イプシロン0にちっちゃく極限取ると、えー、こっち右側に膨らんでいくだけですからいずれにしてもマイナス1は囲みません。ということで n イコール0ということになります、はい。で、ナイキストの安定論を適用するにあたって、この、ここにあったこの極はですね、カウントするのかしないのかですけど、これ、通らないように、外側にこう、えー、含まないようにですね、右に避けたので、これはカウントしません。だから π、π イコール0です。ここの原点にある極っていうのは、L の不安定極 π の中にはカウントしません。ということで、n イコール0、π イコール0。 従ってゼゼーータイコロ,ゼロでフィードバックはい一応けあの健算ですけど式は簡単でこの積分形 S 分の K っていうやつをフィードバックすると1プラス L 分の L で S プラス K 分の K になって、まあ、これは K がどんな値であっても正である限り不安定だってことはわかると思いますよろしいでしょうかはいあのかなりややこしいですけどねでこの カウントににしたたってののはこの右に置けたからです。やり方としてはもう一つこの左に置けるってやり方も、えー、ありえてですねその場合はこれは π=1 としてカウントすることになりますもしこれ左側に置けて、えー、その像を考えたとするとこのマイナス1囲むようになりますので π、えー、イイ1、えー、n ス1になりますけどねそれで囲むようになって、えー、やっぱりゼ,ゼータイコール =0 ですあのどっちに置けるかによって、えー、こっちのカウントは変わりますけど安定性はもちろん変わりません はい、よろししいでしょうかこの巨軸上に曲があった場合にはそこを一回避けるようにこの曲線ガンも微修正しといてから極限を取ると、えー、このテクニックをぜひ知っておいてください。まあ、要するにこれであのここの無限遠点と無限遠点を右でつなぐんですか左でつなぐんですかってことの、えー、確認をするためにこういう計算をするってことです。はいまあ、もう一つやっておきましょう、えー。かなり複雑になりますけど。 え合わせ技ですね。えっと原点に極があってかつ不安定極もあるというような場合です。<laughs> はい分母が s かっこ s-1 です。まあ、これもまあ粛々とですねえー、っと LJ オメガ計算するとこんな感じになります。それでえー、っとですね、えー、ナイキスト奇跡書くにあたってここの、えー、ところやっぱり避けなきゃいけませんからまずここに不安定極が1個あるんで π=1 イイです。 でかつ原点の極のところをさっきと同じ要領で避けましょう。でガンマエプシロンの像っていうのを考えてみます。まずこの赤の実線のところの像っていうのが、えー、これの競技のベクトル軌跡にあたるとこですけどもこれは、えー、っと LC が、えー、っとこんな式ですね。でこれイプシロン0に近づけた時の極限考えるとマイナス1で虚部が発散するような格好になるので実部がマイナス1で虚部が あプラスも現代ですね巨部がプラス無限大みたいなところが、えー、とイプシロンを0に近づけた時の極限です。でそこからずっとこうオメガを上げると原点に収束してくるということになります。ここがベクトル奇跡。でこれを上下反対に折り返すということになります。それからここの、えー、ABC と迂回するとこなんですけどこの点 B がどこに移るかっていうと S イコールイプシロンの時なので、まあ、こんな式になるんですね。 でこれイプシロン0の極限とってみますと、えー、分母のイプシロンが発散するのでこれマイナス無限大ですイプシロンマイナス1が負になるのでこれ、えー、実部がマイナス無限大で虚部が0っていうところにゼロイプシロン0に近づけると発散しますから LB っていうのはこっち側実軸の、えー、マイナス側の無限遠点ですということでこの B から C に通るところっていうのはこっからこういきます。 無限遠点の上をこうずーっと旅して無限遠点の実部がマイナス1のところに至ってそこからこう戻ってくるということですね。はい。ということでトータルするとこんな、まあ、どっかの大学の,あのマークをですね横に寝かしたみたいな格好になっています。はい。でそうするとこれ、えー、点マイナス1を囲んでますよね。n イコール1になります。これをあの k を変えたとしてもこの位置マークがですね広がったり縮んだりするだけですからここ無限遠点ですからね常に中に入っています。いうことで n=1。もともと不安定系ですから π=1。s=0 はカウントしません。なぜなら外に避けたんで。ということで n が 1π が1ということになりますがえこうするとまあ n プラス π が2になっちゃって0じゃないのでこれは不安定ということになります。 はいよろしいでしょうか最後のですねこの、えー、と2つの例ですねこれは非常に難しいんですけれども、まあ、この辺がもしちゃんとかけるとナイキスト奇跡の理屈がきちんと分かってるということですので是非、えー、一度やっといてもらうといいと思いますそれから今の例題もちろん式の上で計算することもできますグラフィカルにじゃなくて式で計算することもできます、えー、この不安定系プラス、えー、原点極があるやつの平ループ系1プラス L 分の L って考えると、まあ、こんなふうになりますよね これをを見ると,、えー、と K, は K をです、ね、いくら変えても、えー、と S のとこの係数がマイナスですからどうやっても不安定だなっていうのは、まあ、この式を見ると分かっちゃうわけです。で、えー、と不安定は不安定なんですけど、えー、と不安定極の数0個じゃないの分かったんですが何個あるかっていうのは実際にこれを解いて、えー、と極を計算してみるとまああの K がですね、えーとまあ、実部が正,あの正の実数2つか実部が正の協約素数になるので不安定極が2個だなってことも、えー、検算できます、はい、これはまあ確認のための計算ということになりますはいえっ、ー、とここまで3回ですね、まあ、かなり大変なナイキストの安定論をやってもらいましたもうここを乗り越えた皆さんもう最大の山場を超えましたから安心してください ええー、まあ、それでですね、最後ちょっとおまけです。えっと、これ、あの、うちの研究室の卒業生がですね、ちょっと前にこんなん作ってですね、私全くタッチしてないんですけど、えっと、なんか LINE のスタンプ作ったそうなんですよ。なので、あの、興味があったらちょっと見てみてください。なかなかよくできてて、えっと、これ、あの、えっと、1次系のスタンプでちょっと遅れるとかですね、二次系になるとめっちゃ遅れるとかですね。えー、それからこれ、あの、僕はちょっと一回授業とかでネタにしたことがあるんですけど、あの、 ナイキスト奇跡書いた時にです、ね、なんかちゃんと分かってないとたまになんかハートマークみたいなの書いてきてくれる人いるんですよ。こんな形のナイキスト奇跡。まああのこういうの存在しませんから気をつけてください。ナイキスト奇跡っていうのは実軸に関して上下対称に折り返したもんなので横向きのハートマークはあり得るんですけど縦向きのハートマークは絶対出てきませんので、えー、注意してくださいということも込めてですねこれちょっと斜めって書いてあるんですがこっち実軸ですからよろしいでしょうか。 それからあと曲ゼロ相殺とかですね。えー、分母、分子多公式の方が次数高いと、これは因果率も持ってるとかって、こんな、なかなかユニークなスタンプがたくさんあります。はい。えっ、ー、と、面白いんですけど、これ、制御工学分かってる人にしか通じないので、なかなか使いどころ難しいんですけど、まあ、興味があったらぜひちょっと見てみてください。はい。えっ、ー、と、じゃあ、大変お疲れ様でした。これで、えっと、3回分のフィードバック系の安定性の話を終わりにしたいと思います。